みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今日は私の地元鎌倉に来ました。そしてここは鎌倉の鶴岡八幡宮の境内の中にある鎌倉国宝館という博物館です。さあ今日はですね、私がこの地元の鎌倉国宝館の魅力をぜひ皆さんに知ってほしいっていう思いと、鎌倉国宝館の皆さんのいやもう PR してくださいぐらいの気持ちが一緒になりまして、ついにこの取材 YouTube 動画が実現することができました。たっぷりとお届けしていこうと思います。そして今日は欠かせないスペシャルゲストをお呼びしました。この方です。こんにちは。こんにちは。館長の山本勉先生です。どうぞよろしく。今年の4月からですね、はい、おめでとうございます、うん、はい、ありがとうございます。はい、今日は山本先生にこの館内にことに館内の仏様のことだったりとか、まあ、鎌倉の仏像の歴史についてたっぷりご紹介していただきたいと思います。ということで、鎌倉国宝館、どんな建物なのか教えていただいていいですか。はい、はい、もともとここができたのが昭和3年なんです。昭和3年、うん、大正12年に関東大震災というのが起きて、はい、鎌倉も大変な被害を受けるんですね、はい、その後被害を受けた仏像、あるいは被害を受けたお寺の仏像、それを守るためにまあできた、それがこの国宝館なんです。昭和、大正のその震災からかなりハイスパンで作ったんですね。そうですね、うん、鎌倉の人の思いがかなり大きかったんじゃないでしょうか、うん、ですね、うん、ってことはもう93年目ですね。93年目、93歳ですよ。いやー、知らなかったでしょ皆さん、ね、だからもちろん日本の博物館の中でも抜群に古いところです、はい、うん、そうですよね、うん、めったに聞かないですよね、うん、で建築自体もじゃあ93年前のままの姿なんですよ ね、内部は改装してますけども、建物は基本的にそのままです、はい、いやーすごいな。でこれちょっと見覚えがある方がいたら嬉しいんですけど正倉院に似てますよね。そうですね、うん、あぜ倉造りってやつですね。はい、あぜ倉造り、なかなかね、あぜ倉造りで博物館って見ないですよね、うん、で高床式になっていてっていうのが、うん、かなりそこも技巧が凝らされて、うん、すごい。このステンドグラスもなかなか素敵 で、ね、うん、日本初のステンドグラスアーティストの方が作ってらっしゃるとかで、うん、やっぱね、パッと見そんな古さは感じないんですけど、うん、こういう扉のところとかちょっとクローズアップすると歴史を感じます ね、うん、そうですね、うん、ということで、そのような鎌倉の文化財を守るための歴史ある建物に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はい、はい、では鎌倉の仏像、まずはこちら入り口からじゃあ入っていきます。お願いします。うわうわうわあ、初めての人はね、結構びっくりするぐらい仏像が密なんですよね。本当ですよね、うん、こんな密に、しかも躍動してるものがババーンみたいな、うん、これ感動ですね。それではやってきました。もうここにいきなりお迎えしてくださっている薬師三尊像と十二神将像です。こちらはどういった仏様ですか。です、ね、まあ、こちらは国宝館の本尊みたいなものなんですが、この薬師三尊と周りぐるっと回っている十二神将像、はい、これが国宝館の所蔵品なんです、はい、元はですね、市内の辻の薬師堂っていうお堂があったんですけど、これ小さなお堂だったんですが、はい、そのお堂が物が全部鎌倉市にまあ、入って、うん、今ここに展示できています。真ん中の薬師如来像は、いやいや、抜群に古いお像で、はい、平安時代のものです。いいお顔されてますよ本当に優しいお顔で、ちょっと肩幅とか頬がこう、うん、しっかりガチッとしているところとかに安心感を覚えますね。まあ、体の平べったいところとかね、衣のひだが浅いところも平安の特徴ですね、うん、特徴ですね、うん。平安時代のものって鎌倉少ないですもんね。少ないですね、うん、よく残ってましたね、うん、こんな素敵に、まあ、そしてこの取り囲む十二神将像ですよ。なんといっても12体揃っているんですね。はい、すごい。そのうち4体江戸時代のものに変わっていますが、うん、残り8体は鎌倉時代の半ばぐらいかな。こんな立派な薬師三尊と十二神将がいらっしゃる場所ってどんな場所だったんですか、うん、そうですね、どうしてこんなに大きいんだろうって不思議ですよね。うん、
しかも鎌倉結構、うん、いろいろ燃えたりとかなくなったりが多いですけど、うん、鎌倉時代のものでこれだけ残ってるっていうのがね、うん、でも十二神将像といえば薬師如来様がお医者さんだとしたら日光学校がナースみたいなそうそうそうですね。で十二神将像っていうのはその十二の方角と十二の時間十二の方位を守る神様たちっていうので、まあ、その部下として働いていらっしゃる皆さんなんですけど、うん、まあ、それでもともとは関係がなかったんですけども、はい、平安時代の終わりぐらいから十二支と結びついてですからね、ウブシトラですね、はい、それと結びついて、まあ、こちらも全部ですから十二支の名前で呼ばれています、うん、この根から始まってぐるっと一周してこのイノシシで終わると、はい、そういうわけです。でやっぱりこの方々鎌倉時代っていうのもあって鎌倉時代の特徴といえば運慶会計に始まるようなそうですね、この躍動的で筋肉隆々の姿ですよね、はい、まあ、元にあったお寺がどういったお寺だかよく分かんないんですけども、まあ、逆に今想像できるのはこの十二神将のこの素晴らしい姿から、なんかよほど意味のあるお寺だったんだろうと、それを想像するわけですね、はい、うん、ちょっとぐるっと歩いてみましょうか、はい、玉眼っていう、ね、技法があるじゃないですか、うん、目の瞳の中に水晶を入れるっていう、ね、うん、それがここまできらめいて見えるってあんまないなって私は思うんですよ ね、うん、間近で、うん、しかも瞳が大きくて、うん、いやいいですね。私はこの動きがね、うん、腰が高くてぐっと持ち上がってて、うん、これがいいですよ。まあ、これはマニアックだけどもぜひともこちらで十二神将を見たら4体江戸時代というのはどれが江戸時代か自分で分かると。この3体の中にも1体だけ江戸時代があるんだけど分かりますか。え、嘘ちょっと御仏の御仏力が試されますね。そうえ、この3体のうち1つが江戸時代ですか、うん、もう正解ですか。やった、素晴らしい。猿年のこの方江戸時代です、うん、ね、今は全くぶつけなのにね、うん、初めて知りました。危ない、ヒヤヒヤした。何でしょうね、筋肉の表現の仕方の解像度がね、うんうんうん、ちょっと低いんですよね、うんうん、このより誇張されてて筋肉としての解像度が高いのがこちらの江戸、うん、鎌倉時代になるんでちょっとやっぱ嬉しいですね、うん、ちょっとこうわざとらしい感じが出てくるんですね、はい、そうですね、うん、いや、これはここの3体のうちの1体は割と分かりやすいな、はい、サンタのうちの一体分かりやすい、うん、そうもう素晴らしいですね、分かるようになりました、うん、私結構、うん、見解力見た見解力ついてきてるんですね、うん、でもこのお顔なんかやっぱり鎌倉時代のお顔とは違うっていうのが分かりますよね、はい、そうですね、うん、まあ、やっぱり自然味がちょっと欠けてるっていうのかな、うん、まあ、例えばこの辺の衣なんかもなびいてないよね、はいはい、うん、なびいてない、持ち上がってるけどそう、うん、でもこちらの方の衣はなびいてますからね、バサッ、そんな風にして見ていくとね面白いと思います。 ありがとうございます。そして後ろ姿もねこうやって拝めるのもいいですね。後ろなんかは見るとおやきさんの背中に大きな内栗があるのが分かると思います。本当だ、内栗が入ってますね。一本の木で作って背中からくり抜いてるんですよね、はい、一木作りってやつ。それは平安時代に流行したやり方ですね、一木作り。あ、一木作りの平安時代のおやくし様で、うん、あとは鎌倉時代っていうこの時代差をね、はいはい、学べるのもいいですね。うわー、いいな、もう 3D です、こっちに迫ってきてますよ、うん、すごいな。うわー、もうこの方よくバランス取れてますね、うん、虎年前に来てて、こういうのもともと鎌倉時代初めの奈良で始まった表現なんだけど、はい、まあ、それが関東に入ってきて、うん、まあ、より発展したんですね。ですね、こういうふうに前に出るという表現ですか、うんうん、うん、やっぱこの方の視線を見ると多分人間この辺で拝むような多分高い位置にいらっしゃったんでしょうね、うん、うわ怖いな。ここでも一体だけ鎌倉江戸時代があるんだけど、でしょう、ここちょっと難しいですね。でも、うん、え、難しいな。ウサギかな。うん、そう。あ、やった。完璧です。当たった。完璧、よかった。危なこんな試されると思わなかったです。このお腹のシワとかね。うん、そうですね、うん。お腹のシワはなかなか作んないだろうなって思いました。うん、ね、色が落ちてしまって、うん、体が今黒いほぼその木の漆のような状態ですけど、はいはい、その中に光る瞳っていうの、うん、そうですね、この対比がいいですよね、うん、
ぜひ皆さんこの迫力味わっていただきたい、うん、やっぱ鎌倉時代のもの冬に風がね吹いてますから、バサ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 メラ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 、うん、まあ、それで四天王なんかだと4体だから左右対称とか単純な対称なんですけど、はいはい、12体いるからみんな本当にいろんな動きをするんですよね。うん、思い思いのポーズで、これ閉館後夜とか動き出して喋ってくるんですよねぐらい躍動感がある個性もある。ありがとうございます。じゃあ続いて別の仏様行きたいと思います。あの国宝館の中でもまあ一番有名と言っていいのかな、はい、代表する、はい、いろんな美術全集なんかでもあの鎌倉の仏像の代表としてよく使われる、はい、こういうお像です。おこの方円王寺というお寺にいらっしゃる諸光王さんですね。諸光王座像、まあ、諸光王というのは、うん、十王のうちの一人、あの閻魔大王に次ぐあの十人の、まあ、王様の一人ってことなんだけども、まあ、地獄の裁判官です ね、 そうですね、うん、我々が、まあ、亡くなった後、うん、初7日から7日おきに、はいはい、いろんな裁判官に裁判されて、うん、どこの地獄に行くのかもしくは極楽浄土に行けるのかみたいな時の諸光王さんでいうと2回目の7日だから14日後、うん、27日の裁判官なんですけど、うん、ただこれが最初から諸光王だったかどうかはよく分かんないんですね。へ、うん、あるいはあの閻魔さんにつく別の像だったかもしれない。それで何といってもあの建長3年っていう1251年っていう年代が分かって、はい、それから作者も光雄っていう作者が分かるんです、うん、この像がそれほど美術展だったりとか、うん、この時代の特徴として言われるのってどこにあるんですか。はい、例えばねこの足が投げ出していてその下にこうなんか波みたいなのありますでしょ、はい、これは衣なんですね。あ衣ですね。衣の縁がなんか本当に波のようにこう動いている、うん、これがあの中国 の、 あの、まあ、その当時の宋時代ですね、はい、宋時代の絵画の、輪郭線と似ている、要するに中国風の表現が、うん、こういうふうに立体化して表されているわけなんですね。確かにこの鎌倉時代の中期って結構宋の時代を受けた表現がたくさんありますよね、うんはい、やっぱりそれがこういうのに仏像にも表されてるっていうのが、うんうね、この建長3年の翌年に作り始められた大きな仏像があるんだけど、なんだかわかりますか。鎌倉大仏。そうイエーイ。もう今日は好調ですね地元ですね。 まさにそういうね、あの宋風がもう前面に押し寄せてきた、うん、それで日本中のどこよりも鎌倉が、最先端を切って宋風を受け入れてる、うん、そういうことがよくわかるそうなんですね。その点で非常に貴重です。なるほど、うん、確かにこの衣のうねうねが見てて飽きないですね、うん、複雑な形で、そしてやっぱ足はお顔がね怖い顔してるんですけどイケメンだなって思いますね、うん、とにかく本当に一瞬を捉えてね、うん、もうそれをこう永遠に残した感じがあって、うん、そうですよね、一瞬を捉えて永遠に残す、もう今キラキラのテロップで出したいと思います、うん、それでこの周りにいるいらっしゃる、ねはい、みんなその仲間です。個性豊かですよね、うん、本当にこの方々は愚孝人と言いまして、うんまあ、生前の行いをいいことした悪いことしたをこの裁判官の皆さんに伝える役割の、うん、どういう罪を犯したか、うん、その罪状を読み上げる役とそれからそれに対する回答やなんかを記録する係と、まあ、どっちがどっちだかよく分かんないですけど、でもどちらもあの巻物を広げるポーズですよね。本当だ、これ巻物をこうやって、うんはい、じゃあ読んでるんですね、うん、こういう感じで。この服装もきっと中国の、はい、そうですね、きっとね、うん、漢服です、あ、道服っていうんでしたっけ、うん、いや個性ありますね。この眉毛が毛がすごくて、うん、ちょっと動物っぽい、うん、そうですね、うん、人間というよりかは動物のような形でね、あ、瞳も玉眼で、私鎌倉の仏像といえば私もやっぱりここが一番に円王寺さんが思い浮かびますね、うんうん、なんてこんな立派な十王像がいらっしゃるんですかね、うん、そうですね、うん、だからそれがさっきお話したの鎌倉大仏の前の年に諸光王ができていると、うん、要するに鎌倉大仏の頃に、あの作ってくれる阿弥陀さんですよね、うん、それに対してなんか地獄の世界も作られていた、そう考えると面白いですね。面白いですね、うん、極楽浄土一方で地獄の世界、うん、だから鎌倉で全体にそういう仏教世界の仏教ランドをまさに作っていたという感じしますよね。可能性ありますね、うん、鎌倉大仏が阿弥陀如来で裁判官が円王寺のこの皆さんで、うん
この鬼頭っていうのは、まあ、そのグループの中でも、まあ、一番多分位が低い人なんだろうけども、その、罪人を引っ張り出してくる役の人なんですね。人というか鬼かな、元気いっぱいですねやる気いっぱいみたいな、可愛らしい、うん、動物たる鬼たる、うんうん、そう、この獣っぽさっていうのが、うん、さらにこの表現度が高いのが特徴ですね。だからそれまでもずっとね、あの四天王の踏まれてる鬼とかそういった鬼はいたんだけども、はい、鎌倉時代になるとこういう鬼がみんな一人で動き出してるんですね、鬼が動き出すって可愛いですね、うん、鬼も人気者だったんですかね。そう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 。でこれちょっと怖いんですけど顔が乗ってる、うん、この2つ、まあ、ダンダトウっていう難しい名前なんだけど、はいはい、まあ、これあの本来あの閻魔大王の前にあったり、あるいは神道寺王といって閻魔大王がこれを杖にして持ってる場合もあるんだけど、うん、この女の顔と男の顔がついてるんですね、はい、ついてますね、うん、これ怖いですよね。つまり罪人の前にこれが出るとあの、はい、どちらの顔がこう輝くかによって罪があるか罪がないかが分かるって言うんですね。悪いことできないですね、うん、全部お見通しってことですもんね。そうですねでもそんな悪いことせずに生きてくるって難しいですよね、うんうん、でもだからその地獄の世界がそれだけリアルにできていると、はい、あ、みんなここに来るのは嫌だと、うんうん、なるほど、道徳的にそう、うん、悪いことしないようにしようっていうのが、なんか多分昔鎌倉時代だってそこにお参りした人に対していろいろこううまくそれを話す人がね結局いたんですよね、うん、その時にこういう怖い顔が出てくる。いやこれは説得力ありますよ、うん、こんなに怖かったら睨まれたら。いやありがとうございます。このように躍動的な、うん、鎌倉時代の特徴のある仏様がいっぱいいらっしゃるのが、うん、だからそういう、ね、地獄の世界を見た人が、うん、鎌倉大仏を見たら本当にほっとして本当にありがたいと思いますよねですね、うん、あ、よかった、救われたって、うん、すごいな、まあ、他にもこのように鎌倉時代の特徴がたっぷり詰まっている仏様がいるのがこちら鎌倉国宝館の右半分の常設展のゾーンですね、はい、まあ、ちょこちょことあの仏像は変わりますけども、うん、まあ、とにかくあの開館の時はいつも仏像がありますから、うん、ぜひ来てください、うん、はい、このようにぜひ皆さんここ本当おすすめです。八幡宮お参りついでには必ず来てほしいですねはい、それでは鎌倉国宝館前編見ていただきましていかがでしたでしょうか。後半戦はさらに鎌倉国宝館の企画展示についてご紹介していきたいと思います。ご覧くださいませ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ナムー